はいどうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで今回は9月の筆箱紹介をやっていこうかなと思います。今回紹介するのは新学期学校が始まってからも実際に使ってるものになります。でこれね、この前紹介したステッドラーの限定のミッキーデザイン、ミニデザインのやつなんですけども、この箱ごとね一回開封したんですけども、もう一回戻して箱のまま飾ってます。すごいこれおしゃれな感じでいいですよね。まだね動画見てないよって方はぜひチェックしてみてください。早速新学期から使ってる筆箱がこちら、C カンパニーさんのルポペンケースになります。色はターコイズブルーという色ですね。これはルポペンケース買ったよという開封動画がね上がってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。軽くねルポペンケース説明すると、革の筆箱なんですけども、ここを開けると一本挿しが2個ついてます。だから万年筆とか自分の高級なペンとかを1本ずつ入れることができて、収納がこことここ2つにあります。使い分けもできるし、自分の大切なペンを1本挿しに入れとくことができて、しかもおしゃれですごくかっこいい、コンパクトかつおしゃれないい筆箱かなと思います。ターコイズブルーの色もねちょっとこう大人な感じというか、おしゃれですごいいいかなと思います。それでは早速中身を見ていきましょう。こっちのポケットからいきます。今日はこういう感じでいきます。まず消しゴムから。消しゴムはこちらリサーレの白色を使っています。ここ最近はですね、ずっとピンポイント消しっていうこうちょっと細い感じのやつで、小さい文字を消すような、細かい文字を消すようなやつを使ってたんですけども、今回はねがっちりした普通の消しゴムを入れようかなと思って、まあ見てたら、まあ、リサーレの白色が新品だったんですよ。だからまあリサーレの白使っていこうということで、結構デザインもかっこいいですよね、白で。リサーレはねちょっと消耗が早いんですけども、すぐね削れていくんですけども、すごい消し味はいいんでね、消しカスもまとまってくれて、すごくねバランスのいい消しゴムかなと思います。で次写真いきます。写真は、こちらペンテルのアインシュタイン HB ハードの 0.5 とグラファイトの 0.7HB を入れてます。でこれはいつもと一緒なんですけども、グラファイトの裏にですね光弧付箋のちょっと細めのやつを貼ってます。これでね例えば単語帳とか見ててまだ覚えれてないとかあったりしたら、ヒュッと出してすぐ貼れるように写真の裏につけてます。光弧付箋はねやっぱこういうとこに貼れるのがいいかなと思います。なかなか写真の裏に貼る人ってそんないないと思うんですけども、まあ、僕はこれがね使い勝手いいんでこうしてます。続いて定規がこちら、緑のアルミ&ウッド定規ですね。今回はこの銀色のやつですね。この前はブラックを使ってたんですけども、まあ、ちょっと見た目も変えていこうということで、気分転換という感じで色を変えてます。続いてこっちのポケットいきましょう。まずはこちらトンボから出てます蛍光灯のピンクですね。あんまり使ってないなと思ってるだけで、実はめちゃくちゃ使ってる文房具ランキング第1位って言っても過言ではないのが、僕は蛍光ペンなんですよね。でいろんな参考書とか開いてると、あれ蛍光ペンめっちゃ使ってるやんってここ最近気づいて、まあ、蛍光ペンはもうずっと入れとこうかなって思ってます。で、蛍光灯のオレンジを前は使ってて、インクがね切れたんで他のいいかなって探しに行ったら、なんとその探しに行った店には蛍光灯しか売ってなくて、で僕はオレンジが欲しかったんですけども、ピンクと黄色と青色しか売ってなかったんでピンクにしました。ちょっとなんかデザインが変わってますよね。この前僕が昔から使ってたのがこれだったんですけども、ちょっとこうロゴがねぎゅうぎゅう詰めだったのが、ちょっとこうすっきりしたというか、なんか余裕を持った感じのデザインに変わってますね。新学期からは蛍光灯のピンクでいこうかなと思います。次からがシャーペンですね。まずはこちら、カベコペンシルスペシャルの 0.5 でございます。今回は 0.5 のシャーペンが2本、 0.7 が1本入ってるんですけども、受験終わるまではずっとカベコはね使うつもりなんで、まあ毎回筆箱には入ってくるかなとは思います。すごくね書き味持ち味もね素晴らしくいいんで、本当にいいシャーペンかなと思います。紙シャーペンっていう感じでね僕の動画でも紹介してるので、見たことない方はぜひ見てみてください。続いてシャーペン2本目がこちら、ラミースクリブルの 0.7mm になります。 0.7 を今回は1本入れたかったんですけども、模試とか解いたりするときにマークシートを使うんですけども、マークシートを塗りやすいのはやっぱ 0.7 なんで、で今回は 0.7 ね、いろいろあるんですけども、かっこいいラミースクリブルを今回は入れときました。すごくねこのボディ太いんで、
めちゃくちゃ持ちやすいんですよね。手にフィットして握りやすい、書いててね楽しくなる、すごいいいシャーペンかなと思います。さあということで、ここの2つの収納が終わりました。続いてこの一本差しですね。このねクリップ部分だけでこの2つを当てれた人はなかなかすごいかなと思います。さあまずは右からいきましょう。こちら前回の動画で登場したラミー2000の4色ボールペンでございます。色は黒、青、赤、緑の4色ですね、緑が純正の芯で、他がジェットストリームの芯を入れています。これねずっと使ってて、ジェットストリームの芯が書きやすいっていうのももちろんあるんですけども、このねラミー2000のこのボディ、これがすごい僕の手にフィットして書きやすいです。ハイテクシーコレットのねルミをずっと使ってたんですけども、握りやすさで言うと断然こっちの方がいいかなと思います。高級感とかねかっこよさもこっちの方が優れてるかなと思います。まあその分ね高いんですけど、またねこのペンの紹介してくださいっていうコメントが多ければね、また動画にしたいなと思ってます。さあ続いてラストですね。ラストがこちら、さっき 0.5 のシャーペンが2本って言ったんですけども、その2本目、ラミー2000のシャープペンでございます。ということで、ね、今回はラミー祭り、ラミー2000、ラミー4色ボール、ラミースクリブルが入ってるということで、この3本並べるとすごいかっこいいですよね。このラミー2000のシャーペンは主にね英語の文字をね書くときとか長文とか書くときによく使います。それ以外はねもうほぼカベコです。この前数学をねこれで解いてみたんですよ。1時間ぐらいやったかな。で、あ、すっごいラミー2000やっぱ書きやすいなと思ったんですけども、その後にねこれで数学やったんですけども、カベコがちょっと良すぎて、これはカベコの圧勝やみたいな感じになったんで、まあ、ラミー2000は英語専用というか英語の長文とかをガーって書くときに使おうかなって思ってます。このシャーペンは意外にめちゃめちゃ軽いんですよ。だからこうザザーっと英単語とかをバーって書くのにやっぱり向いてるかなと思います。はい、ということでね、新学期から使ってる筆箱の中身は出してみるとこんな感じになりました。結構こうコンパクトな感じに収まってるかなと思います。これをね全部こっちに入れてみると、はい、こんな感じになります。やっぱねこれ僕はルポペンケース使うとき大体こうしてるときとか多いんですけども、ここがやっぱかっこいいですよね。このラミー2000、ラミー2000みたいな、ラミー2000のね万年筆もねちょっと欲しいんですけども、まだ高くてねちょっと買えてないんですけども、まあ、いつか買いたいなとは思ってます。これはねどっちもちょっと左爪、真ん中よりも左爪に入れてるんですけども、それはですねこのクリップ同士がこう閉じた時にね当たらないようにするためにそうしてます。このね革のカバーがあるんで、まあそんなに傷つくことはないんですけども、僕みたいにねちょっとでも気にする人は左爪がいいかなと思います。こんな感じですね。すごいコンパクトでおしゃれに収まってるかなと思います。はい、ということで今回は新学期の筆箱紹介でございました。新学期からはこの筆箱とともに頑張っていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。